おはようございます。パラレルです。さあ、今日は BBM の B リーグ2020-2021シーズンのセカンドハーフを1ボックス開けたいと思います。このボックスには、そうですね、狙い目、どこだ？ライアン・ロシター選手と、ダバンテ・ガードナー選手のサインも入ってるみたいなんで、この辺が当たると嬉しいですね。あとまあ、インサートもね、結構パラレルもあると思うので、シリアル入りナンバーも当たればいいなと思います。それでは行ってみましょう。感じですね。はい、では行ってみましょう。1パック目。お、最初に出てきたのは田中大輝選手ですね。はい。アルバルク東京の選手ですね。平均得点も高いですね。はい。というような選手でしたね。もうね、おなじみの選手ですよね。そして、京都の永吉選手。はい。で、原修太選手は千葉ジェッツ。で、ネオフェニックス、3円ネオフェニックスはサーディ・ラベナ選手。で、香川の小玉選手ですね。はい、1パック目でした。はい、では行ってみましょう。2パック目。はい。お、なんかキラが出てきたな。はい。あ、これ沖縄の選手ですね。杉浦選手、西村選手。これがインサートですね。ハート&ソウルですね。はい。あ、秋田の選手ですね。はい、木田選手。もうね、今年のファーストハーフのやつも出てるんですがね、軒並み完売状態で売れ行きがいいみたいですね、バスケットね、 B リーグもね。はい、遠藤選手、谷口選手、桜井選手、長野選手。値上げしても売れるんですね。バスケもね、人気が。やっぱカード集めるのが結構いい趣味になってるみたいですね。みんなもね。うん、はい。ハート&ソウル。これは、横浜 B コルセアーズの生原選手です。で、はい。岡田選手。この人もね、有名な選手ですよね。はい、では5パック目ですね。はい、細谷選手、三井選手、三井選手でいいのかな、三井選手ね。はい、で、あ、中島選手。じゃあ真ん中の列いきます。1ボックス、これはね、15パック入りなんですけど、なので早めに終わると思います。サンロッカーズ渋谷の石井選手、伊藤選手、菊池選手で、ハート&ソウルの、宇都選手ですね。宇都選手。はい、白戸選手。バスケ久しぶりに見たいな。うん、はい、見ると面白いですからね、生で見るとね、迫力があってね。アイラ・ブラウン選手は大阪エデッサですね。お、池田選手、
本選手、レバンガ北海道の葛原選手、中西選手、もうねこれ数年前のカードなのでね、移籍したりしている人も何人かいるんじゃないでしょうかね。はい、松井選手、酒井選手、まだサイン出てきませんね。サインは2枚ぐらい出るのかな。はい、辻選手、笹山選手で、おお、大阪エベッサの橋本選手のハート&ソウルですね。お、ダバンテガードナー選手のベースカードが出てきましたね。これはいいっすね。ちょっと紹介しておくと、西宮と、新潟にいて、この当時は三河にいますね。今はどこにいるんだろうな。お、新潟出てきましたね。大谷選手。で、これが、あ、これが、この次サインですね。はい、信州ブレイブウォリアーズの西山選手。結構ね、平均得点も高いですね。はい、ではサイン行ってみましょうか。誰でしょう。お、外国人ですね。はい、これはね、読めないね。外国人だから読めないけど、パブロ、おでもこれ調べるとわかるな。多分レギュラーカードの選手が載ってるから。どこのチームだこれ、見てみる。パブロ、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 うわ見つかんない。パブロ、ちょっと見つかんないですね。はい、では2枚目のサインを引くために開けますよ。ダバンテガードナーだったらわかるんだけどな。はい、脇選手、富山。おお、これがライアン・ロシター選手ですよ。やっぱり平均得点めっちゃ高いわ。すごい。栃木、うん、栃木、宇都宮、リンク、栃木、うん。はい。で、サイン、もう一枚。お、またわからない外国人。読めない。読めない。ビュフォード、ビュフォード選手か。はい、で小林選手、これでサインは終わりなのかな。インサートも4枚出てますからね。はい、あと2パックです。パラレルがなんか来たら面白いんだけど。お、お、もう一枚サイン来ました。そうですよ。6000円ボックスでサイン3枚出ますからね。これ小シーダーの65枚限定ですね。寺園選手。はい。どこのチームかな？ 3 円ネオフェニックスですね。なるほど。ということで3枚目のサインですね。はい、じゃあラストです。はい、小坂部選手。
はい、最後は澤部選手、仙台ですね。はい、ということでサインは3枚出ましたね。こっちが115枚限定で、こっちが110枚限定で、日本人の寺園選手は65枚限定でした。ということでサイン3枚出ましたね。最後にお知らせです。私パラレルは、ボカコレ2024冬ルーキーにどん底リングライトのメンバーとして参加します。2月22日から3日間ニコニコ動画で見れるそうなので覗いてみてください。曲のタイトルは今時の女子高生を歌った21時の憂鬱です。3年がかりの大作ですので聴きに来てください。はい、ということでね、はい、やっと音楽が作れました。はい、ではね、この動画が良かったと思った方はグッドボタンをお願いします。それではまた、さよなら。